鹿児島防災スイッチ今日はテレビのデータ放送で河川の水位を調べる方法をご紹介しますチャンネルを MBC テレビに合わせた状態でリモコンの D ボタンを押すとデータ放送画面に変わりますリモコンの下方向矢印を押して水色の枠を移動し河川水位情報に枠を合わせて決定ボタンを押します リモコンの矢印を押して、ピンクの枠を知りたい河川に合わせます。水位の変化が矢印で、危険度レベルが色分けされて表示されます。データ放送の水位情報は29箇所、全部で4ページ。リモコンの赤いボタンを押すと、次のページに移ります。テレビでわかる河川の水位、D ボタンをご活用ください。